領空侵犯になるわけですよね。これどうなんですか、明らかに戦闘行為っていうふうに受け止めるべきなんですか。よく、まあ、飛んで飛来物だっていうふうに言ってますけども、上空1000メートルまで、最高上がって、4600メートル先まで飛んだということですから、あの 領空侵犯にはならないんですよね。もっと高い位置を飛んでいったというわけですか。そうですね。要するにあの空の果てまで、我が領土というわけではない、ね、なるほど。そのあたり多分みんなよく理解できてなくて、あのよくこの飛翔体どう考えたらいいんだろうっていうのがあの分かってなかったと思います。当然抗議はするわけですね、はい、間違ってあのあれ落ちる可能性は非常に大きいわけですから、うんうん、もし、我が国に領土領海に入ってきそうだったら、はい、これは撃ち落とさなきゃいかんという事態もありますから、当然その時は戦争に一歩近づくとになりますんで、それはあの当然警戒するのは当然なんですけれども、直ちにこれをもって、戦争行為だというわけにはいかないわけですね。なるほど。実際に今回ね、やっぱりそのアラートが鳴った地域の方もいらっしゃることを考えると、いつ自分たちもそれになってもおかしくないかなというふうにも思うんですが、ニュースオペドライブスタートです。森山さんが元あの森元総理の周りにグレーなお金がの動きがあるということに最初に気づいたというか、この話はあのオリンピックに限らず明治神宮の再開発っていうのはかなり前から計画されてたんですよね。僕が知る限り今の東京スカイツリー、まあ、第二東京タワーっていうものを建設計画が上がった時にいろんな候補地があったと思うんですけど、明治神宮外苑も候補地になってたんですよ。で、明治神宮外苑でおいて第二東京タワーを建てるんだみたいな話も巻き起こった時期があって、明治神宮周辺の開発をしたいっていう人たちはまあ元々いたんですよね。で、それをどういう話を作っていくかということが、いろんな試みがあって今に至ったということだと思います。その中でやっぱいろんな利権が働いてという利権というかですね、結局東京で何か開発をしようとするともうほとんど元の土地を手に入れるとか難しいわけじゃないですか。だからあの道路もなかなかもう作れないし、地下鉄を通すにもものすごく深いところを通さないと保証の問題が出る、やむを得ず臨海部に進出したりしてるんですけど、その中であくまで開発っていうことだけやりたい人から見ると、明治神宮外苑っていうのは別に神社でもないし、なんでこんな広い土地が空いてるのってこう騒ぎたいよねっていう人たちはやっぱりいるってことじゃないですかね。ニュースオペドライブスタートです。自分の身内を、例えばお父さんお母さんあるいは息子娘をあの戦争で亡くした人っていうのは、数は違うにせよ人類の歴史から始まった時からいるわけですよね。悲しみをどうして新たな戦争を防ぐための力として使えないのかっていうと、まあ歴史家として私が見るにね、一つはね、やっぱ冷静さを失っちゃうんで、ね、まあ、戦争絶対許せない、だから戦争に対する研究や議論は拒否するとかね、例えば自分の息子が伝染病で死んだ、二度とこんなことがあってはならないとなれば、例えば大学に伝染病の研究所を作るとか、あるいはそういうことをして防ごうって話になるわけで、ところがね、じゃあ戦争は二度と起こさないように国立大学に軍事学部あるいは戦争研究所を作って、起こる原因とかあの防ぐあの方法なんかを総合的に研究しようってことはね、日本では民間のシンクタンクしかやってないんですよね。国立大学にそういうものを作ろうとすると、学者がねもう金切り声を上げて反対するわけで、でもそれは違うでしょう。ニュースオペドライブスタートです。彼があの例えばあのトリックを用いてそこにいる人を去らせてやったっていうなら問題だけど、実際いなかったんだから、そういう瞬間もあるんだっていうことで、まあ、あんまり私は茶化すのは好きじゃないけど、だけどそれは言ったらいないじゃないっていうのは一つの正しい情報ですから、僕はそこはそれはそれでいいと思うんだけど、ひろゆき自体のものじゃなくて、これに対する現象部連としてのマスメディアの分断と盛り上がりが面白いなと思って、要するにゼロって言ったらそんなの朝と昼と夕方に一日に時間を決めてやってんだと、あの門が開いてダンプが入る時間帯を、私も何度もこう行ったことあるんですけど、まあ確かに一日いないんですよ。でもそれをまあ多分ひろゆき分かってなかった言っちゃったんだろうけど、それを目くじら立てて、なんで分かってないんだと、いただって言ってる方もそうだし、一方でいやそれはまあ24時間座り込みしなくちゃ座り込みと言わないんだと、だそれはあなたの考え方でしょっていう話を、まあ、両方がですねこれ持ち上げ取り上げて、ひろゆきっていう人物に対してどんだけ期待しててんだと、詭弁家なんで単純にその
楽しんでるだけだから、これをまともに取り上げる自体が、まあ、ひろゆきの術中にはまってるなと思ってるんですよね。ニュースオブエドライブスタートです。1年半前にご飯食べてる時に要するにジャーナリズムにおいてどこまでテレビ局で言うべきかと、私が MX テレビの論文の淳との番組、淳と高橋を週刊に照らして降ろされた戦いきさつなんか話をしてたら、玉川さんはこう言ったんですね、はい、上杉さんはねお盆の縁を出ちゃうんですよ、ちょうどね和食食べたんですよ料亭で、はい、でお盆の上に出してきたんですね、うん、で上杉お盆の縁出ちゃうから使いづらいんだよって言ったんですよ、玉川さん僕はねお盆の縁わざと出てるから、だってこれ誰かが出ていかないとお盆がどんどん小さくなってるんですよって日本の言論空間は、そしたら玉川さんなんて言ったかというと、いやダメだよ僕なんかね会長とかね、僕はいつも彼らと会食しながら自分がどこのポジションにいてお盆の縁をきちんと見ながら出てるんで、ウエス行くみたいに何でもかんでも言っちゃうタイプじゃないかなと言ったんですよ、これ嘘じゃないから玉川さん見てたら間違えてたら言ってください、間違えてないでしょ、つまり自分はそういう風に社員だからお盆の縁を歩いてんだ、言ったのに今回言っちゃったってことは自分がお盆の縁からこぼれていた時にどうなるかってことは分かっててやったんだから、それは自己責任ですよね、まあ、だから分かってやってる人なんですよ。ニュースオブエドライブスタートです。プーチンさんは核についてももう一段階入ると思いますね、うん、プーチンの狙いの一つはですね、ウクライナのエネルギー産業をですね自分側のオリガルヒにですね渡したいと、ですから盛んに原発に圧力をかけるわけです。で今回もですねザポリージャの周辺に撃ったり、しましたけども、これ以上やったらザポリージャ原発そのものに打ち込むぞと、そうしたらまたメルトダウンが起こりかねない状況になるぞという、まあ、脅しをしているんだと思いますね。これ一つのサインだと思うんですが、どうしようもなくなったら戦術核の行使を彼にとってもやむなくだと思うんですよね、うん、国内の右派からですね突き上げられて使わざるを得ないんだよと、最終的には行くとこまで行っちゃう可能性、戦術核の使用まで行きうると思うんですね。で日本にとってはそれが最悪ですよね、うん、お隣に使いたがってる北朝鮮という国があるわけですから、そうです、ね、戦術核を使うのはタブーだったのがタブーでなくなってしまうというのが一番日本にとっては困ることだ、まあ、世界にとっても困ることだと思うんですね、うん、ニュースオブエドライブスタートです。ウクライナ問題っていうのは、はい、ロシアにとってこの死活問題、アメリカにとっても死活問題なんですよ、なぜかというとロシアのこのもし戦争この戦争でね勝利を許してしまえば阻止できなければね、これアメリカの威信というのはものすごく傷つきますよね、アメリカ主導の国際秩序、これをもう常にアメリカはやりたいわけですよ。このアメリカの今のその地政学的な思想というか考え方っていうのは、ブレジンスキーって元カーター政権、民主党政権の安全大統領の安全保障担当補佐官外務次官なんかがありましたけれども、ね、この人の言葉に、ね、集約されてるんだな。ウクライナなしにはロシアは帝国になれない、で帝国になるのを防ぐにはウクライナをロシアから引き離せる、こういう考えが背景にあってね、ここまで来てるんですよね、はい、ここでロシアをアメリカに抵抗できないね、極端なこと言うと従属的な位置にまで下げてしまう、北に来る敵は中国ですから、そういう形にしようっていう思いがあって、まあ、代理戦争ですよ ね、 そうですね、一番被害を被ってるのはウクライナの人々なんで。ニュースオブエドライブスタートです。実はあのミサイルっていうのはその国際宇宙ステーションよりも高いところを掘ってるわけですよ。だからあれが脅威だって言ったら、もっと低い軌道のところをですね膨大な数の人工衛星がもう何千機何万機と通ってるわけですから、その度にですね J アラート出さなきゃいけないんですね。要するにこれはもう J アラートが何の役にも立たないということをよく教えてくれましたということですよね。でほとんどこんなに近い距離のところのミサイルに対処しようがないのは分かってるわけじゃないですか。北朝鮮は結局ですね日本からの経済援助をどうやって引き出すかというですねゲームをしてるわけですよね。そこは日本はもっと応援に構えてですね、援助人道的にも援助したいのは山々ですけれどってね、そういうことなさるとですねうちの国民が納得しないからできないんですよというふうにですね、そういうふうにこう外交官たちがじわじわと説得していってですね、ちゃんとこう拉致被害者は返してもらって、でですね、きちんと平和条約を結ぶってことですね。外交官がちょっとかわいそうなのでね、政治家あまりにもおすますでね、あまりにもすます、ね、外交官の動きを封じて、逆にこうやれ、はい、あれやれってことやって、僕なんてやってないんですよ、うん。政治を変えないとダメですね、もっと広い視野で物を見る、そしてそれを追求していくような政治家に変えないとね。ニュースオペードライブ、スタートです。中国は血縁社会なんです。血縁たどっていった先の先祖がね誰であるかというのははっきりしなければ人間として存立できないわけですよ。日本人の多くは例えば
ひいひいおじいさんになると怪しいですよね。名前も知らない人多いですよね。中国はそんなことないわけ、絶対それ分かるわけですよ。台湾 の中国人は必ず中国大陸のどっかにあるんです。祖先の墓が、警部、そこに自分の名前があるかどうかなんです。自分が人間であるかどうかは。だから中国人は結婚しようと離婚しようと何しようと姓を変えないでしょ。姓を変えたらそれ分からなくなっちゃうじゃないですか。日本人平気で変わるでしょ。日本は血縁社会じゃないからです。それからいくと中国人社会は血縁社会ですから、台湾は時間が経てば経つほどこれはですね、自然と大陸に吸収されるはずです。でそれが分かってるから蔡英文はじめ彼らもみんなね、現状維持って言うでしょ。これ本当はですね、大陸側もこれほっとけばいいのに、俺が目の黒いうちにやりたいって思うからいけないんですよ。このメカニズムというのはこれ日本人が全く血縁社会じゃないから気づかないけど、これはもう社会学的にどうしようもない。これをですね、ちゃんと習近平の周りの人たちが習近平に、習近平さんに聞く力があれば、そんな武力でさえしないですよ。ニューズオペドライブスタートです。これ私があの立候補を表明してからもずっとこのことをですね、選挙期間前からずっと申し上げてたわけですよね、はい、で失われた、まあ、30年、実際は30年以上経ってると思いますけども、どんどん日本の価値が下がって、で日本 の株が安くなって外国から買われてしまって、いつの間にかあの日本ではない企業がどんどん、製造業だけじゃないですよね、金融です、製薬会社までもう乗っ取られているような状態になって、でもう日本がもう不当にもう買われていると、こういう状態で結局日本の経済が弱っていること自体が根本的な原因なんで、日本のちゃんと経済成長をするっていうのをこの30年間やってこなかったわけですよ。まあ、土地まで買われてますけどね、北海道なんて70万ヘクタールで、静岡県よりも広い面積が外国人に買われてるわけですよね、はい、180円とか200円でなったら一体これでどうなるのか、こういうふうに兆しっていうのはもう何年も前から分かってたことなんで、まあ、これはもう政治の責任も非常に大きいと私は考えてます。それはもう医療で言ったらもうカンフル剤みたいなもので対症療法なわけですよ。これもやらなければいけない、出てる血は止めなきゃいけないんです。